こんにちは。この度総務省での例のね接待疑惑に対して全ての罪を認めて懲戒処分になりました。懲戒処分と言いますととても重い罪のように思えますけども、そして武田総務大臣も非常に重要な決断をしたみたいなね記者会見だったんですけども、蓋を開ければ厳重注意とあれでしょ、給料ちょっとだけ減らすみたいなやつでしょなんだ無罪放免と一緒じゃないかみたいな、ね、国会で虚偽答弁をして禁じられていた行為をして、それでもねこの程度なんですよ。じゃあ一体ですねどうやったら懲戒解雇になるんだってことなんですよね。官僚とか大臣っていうのは懲戒解雇になる例っていうのはもうすでにですね、なんか人を3人ぐらい殺したみたいなことにならないと懲戒解雇にならないんじゃないかなと思いましてね。前回の麻雀疑惑でもそうですけどね。まあこのね自民党である限りは身内に甘くて国民に厳しいというこの不分率は変わらないんじゃないでしょうか。でね、菅総理もちょっとね景色ばんでますね。あれほど厳しく切り込んでくださると思っていた菅総理、いろんな立場があるんでしょうね。総理になるとね、総理になると身内に甘くするしかないのか、まあ、総務省が適切に判断するという言葉、適切じゃないだろうみたいなね、だからこうなったんだろうということであるのと、まあやっぱりね、上級国民様はしょうがないですね。誰かミサイル撃ち込むまでこれは変わんないでしょうねきっとね。まあでもね、ミサイル撃ち込んだろうかみたいな人がいるらしいんですよ。怖いですよね。実際日本の歴史でもありましたからね、あれクーデターみたいなことが起こらなきゃいいんですけども、まあ穏やかにお願いしますよ。穏やかにね、まあせいぜいツイッターでトレンドに上げるくらいでせいせいすればいいんじゃないですか。困ったもんですね。まあというところでね、まあいろいろとありましたけども、明日発売の週刊文春で最後の文春法が出るそうです。これがもうあとはなく徹底的に出るみたいですけどね。それで何もなければもうこれで幕引きでございます。まあ今までと同じような国民に苦しい世の中が続くということなんじゃないかなと思いますよね。非常にね、笑えない冗談の連中ですねもうね日々。困ったもんだ。じゃあ行ってらっしゃい。